はいどうもスバルです。バトルフィールド5やっていこうと思います。今回はねコメントでもう無限にリクエスト送ってくるピアット迫撃をねチャレンジしていこうかなと思います。まずピアット迫撃王とは何か、突撃兵のこれガジェットなんだけど、こうやって狙って撃って、まあ、歩兵とか装甲車両にダメージを与えるロケットランチャーでね、ピアットには隠しモードがありまして、これ右クリックして ADS するとこの左下見てもらうと分かるんだけど、なんかマークついてるじゃん。この状態で撃つとこのマークのところにピアットのロケットランチャーが着弾しますよっていうマーク、これが迫撃モードっすね。でこうやって撃つと、あれ待って、こんなだっけ、こんなに不正確だっけ。じゃあちょっと手前には撃ってみるけど、どうだこれは。あれ待って、ああなるほどね。あれこんなにさ不正確だっけ。とりあえずこいつでねキルチャレンジやっていこうと思います。はい、突撃兵でゲベア 43M1911 サプレッサー、そしてピアットダイナマイトの絶対歩兵許さないマン突撃兵装備でいきます。とりあえず歩兵を倒して、でここの中でピアット迫撃を撃っても屋根にぶつかっちゃうんで、できる限り外でまとまってるところに撃ちたいね。そのためには味方のスポットフレアが重要になってくるわけよ。スポットフレアがなかったらね狙うもんも狙えないから、直接当ててもそれは迫撃モードじゃないんで、一旦はここの A ポイントを防衛して、なんか味方の戦闘機とかがスポットフレア焚きまくって場所を特定次第そこに迫撃を撃ちます。ナイススポット味方。さあちょっと進んだ先に発射、これどうよ。迫撃王チャレンジ開始、狙えるか。当たらなーダメだ。そんなに難しかったっけ。なんか爆破半径ちっちゃくなったんだっけな確かピアットって。でもこんなにも正確に狙えなかったっけ。動画とか見る感じではすげえ大量キル取ってる人いるんだけど、もしかしてこれ難しいやつ。なんか迫撃王チャレンジってさ、なんか動画的にも映えないしシンプルに難しいってことでガン無視かましてたんだけど、あんなにも何回も何回もねコメントをされたら鉄の意志を感じちゃってさ、だから俺はあの視聴者の意志を、俺はあいつのために迫撃王チャレンジ絶対成功させるから、とりあえず敵にこのドームの中に入れさせたくないんだけど、こん中入られたら迫撃王チャレンジもクソもないからさ、とりあえず排除しよう。 OK どんどん倒していこう。いいね、もうなんかね BF1 の迫撃王がどれだけ楽だったかわかるわ。ナイスナイス、いいねいいね、オッケーオッケー。とりあえずこのドームは取らせるな。10キルかな今回の目標は。迫撃王モードで10キル取れればもう十分でしょう。なんかもっと固まってるマップだったら30キルとかいけそうだけどね。ただこのマップ広すぎてあんまり固まらないから、なんか塹壕とかこの手前とかにね塹壕たくさんあるんだよ、ドーム手前に。そこに固まっといてほしいんだけど全然スポットされない。裏来てんだよなこれ、前に来てほしい。あ、でもこういった時に迫撃王じゃね、この届かないところに。これ当たったでしょ、海岸線上にいるやつ、あいつを倒す。さあ俺の迫撃王ピアットはどうするか。は？全然海なんだけど。おいどういうことだよこれ。高低差あったらもしかしてダメ？昔の人はピアット飛ばすの大変だったんだろうな。もうちょっとゲームなんだから正確性を持ってほしい。 OK 倒した、あぶね。こいつらが多分裏取り因子だったんだろうね。頼むからさ、前の塹壕とかからチラ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 通ってってほしい。やーっぶね、もうこんなところまで来てんのか。もうちょっと奥っ側でお願い。やべ、ドーム中入られてるよ。ダメだ、もう一生俺の迫撃王モードチャレンジできないんだけど。とりあえずこの家から撃ち落とそう。お、これは普通に撃つ。これこっちの方が強いんだよなシンプルに。やべ、戦車手前来てる。やばい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 、来てる。さすがに戦車にダメージ与えていこうか、突撃兵の役目を。近づけるかな。とりあえず手前の敵はどんどん倒してって。よし、ナイスナイス。なんかいるぞ、これ倒したわ。危ない、ちょっと近づきたいけどスポットついてる。あ、ナイスナイス、なんか味方も一緒に行ってくれてる。ちょ、行くぞ全員で、あの戦車破壊しようぜ。ダメージ与えてる、ダメージ与えてる。 OK 行っちゃって。 OK あと一発かな、あとちょっと、あとちょっと、頼む誰か破壊して。 OK ナイス。これじゃないんだよ、嬉しいんだけどこのキルじゃない。あの戦車さ迫撃モードで破壊しようぜ。この手前のドーム越しで当てていく。ちょっと待ってね、もうちょっと置くか。こうでしょ、待って全然近くないこの射角。
左下のマップ見てたけどさ、この射角絶対さドーム手前に落ちないだろう。より正確に撃つにはもう自分で計算しないといけないやつある。これとりあえずもう今は数撃っちゃ当たる戦法で行くしかなくね。これでキル取れたらやったーって感じ。これ当たるくね。いい赤点。どうだ。お、当たった当たった。55ダメ。こんなにも苦労したのに55ダメしか入らない。誰かよりよく正確にピアッと迫撃を狙う方法を教えてくれ。マジでこのままだと反省動画になるだけなんだけど、なぜ決まらなかったのか。ちょっとトンネルの中入るな。迫撃砲が届かないだろそこだと。ちょっとやめて、防空壕に隠れないで。お願い、迫撃砲チャレンジ決めさせて。やべ、戦車来てる戦車来てる。まず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 。それ破壊してる誰か。あ、火吹いてる。ダメージだけど、オーケー、破壊した。いいね、めっちゃ美味しい。とりあえずあのトンネルの民たちをお外に出さんとあかん。ああ、はい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 。もうそんなところにまで詰めてきてんのか。ちょっと頼むわ。前線の防衛を求む。最高の状態で迫撃を撃たせてほしい。いるね、回復庫。俺倒した。ああいう絶対自分が安全だと思うやつをね、倒すのが一番楽しいのよ。やばいな、これ。ピアット迫撃を一生撃てないんだけど。もうちょっと簡単かと思いきや、意外と難易度高め。これね、下手したらバックブラストよりキル取るの大変かもしれない。うまく決まらない。なんか狙ったところに行かないから難しい。とりあえず今はもう人間をひたすら殺して人間の成長を行わないといけないという現状。環境を作り出してからピアッと撃つ。あ、仲いいね。こいつはダイナマイトで。やべ、ミスった。ちょっと待ってな。多すぎだろ、だけ。これ中一旦相当しよう。やべ、弾切れた。で、今こそピアッと撃てばよかった。もう俺は光栄に徹するわ。味方を前線に出してスポットされたところに俺は迫撃をひたすら撃ち続ける。頼むぞみんな。俺はもう前に出ない。前に出たら一生撃てない。さあ当たるか。お、当たった、来た。56ダメ。頼む、もっと当たって。来たー。よかった。おい、みんな成功したぞ、迫撃王チャレンジ。やっと当たりました。なんとなくね、分かったわ。俺ちょっと下側ぐらいから撃つと、これ正確に狙える説あるぞ。え、敵いるくね。あ、なんだこいつ。もうな、自爆霊いるんだけど。とりあえずなんかバッテンついたところに敵いるんじゃないか説を想定して、赤点なかった時はひたすらそこを撃ち続ける。ん、ちょっと待ってくれ。リーター来たよ。もうダメだ。迫撃砲チャレンジ無理です。もうチーターが現れたから動画にすらできなさそう。当たった。待って、ここで狙うわ。チーターから弾を避けつつ、この安全なところから迫撃砲モードで撃ってくる。で、俺が弾薬を補給するから。チーターのオートエイムから避けつつ迫撃砲チャレンジをするという。もっと難易度上がってるんだが、もう勘弁してくれ。もう BF5 でチーター動画は伸びないんだよ。俺がもうひたすらこうやって楽しむ方が伸びるから。ね、B 来てね。聖地巡礼来てるって。ちょっと誰か倒して、お願い。俺のこの迫撃用の聖地を汚さないでほしい。え、何こいつ。え、どっから降りてきた。やばいやばいやばい、来てる来てる。なんか空から男の子が降ってきたんだけど。嬉しくない版ラピュタ。男の子が降ってきたら、とりあえずみんな B ポイントだけでも守ってほしいわ。ここを取られたら一生弾薬補給できん。作戦なんだけどさ、この補給所をひたすら撃つのってどうよ。補給に来る歩兵が絶対いると思うんだよ。で、補給所も壊れて修理しなくちゃいけないって、防衛に当たるって感じかな。で、そこに俺の迫撃をピアットが行くわけ。もうこれ当たるやついんの、まず。めっちゃ時間差でキル取れた。もう俺の希望は補給所にしかないから、ひたすらそこに撃ち続ける。頼む、みんな。とりあえずみんなは前線を防衛してる。で、それで俺は補給所に迫撃を撃つ。弾薬なくなったから、これ弾薬補給所を破壊して、で、これまた修理するとすぐに補給できるっていう、これ小技ね。お、いいね。補給所付近固まってる。とりあえず狙うぞ。で、これ修理してると思うからダメージ入るはず。頼むぞ。キル来た。とりあえず今のところは累計3キルの迫撃をピアットが決まってるって感じだね。もう俺撃つぞ、ひたすら。修理場直されてる。これはこれ連続キル取りたいね、ここからずっと。俺最適解見つけたかもしれない。補給場を撃つ。みんなこれ使っていいよ。ダメージ入った。いいね、これいけるんじゃない。キル、
20ダメージ。爆風が少ねえのか。ひたすら打ち続けるぞ。頼む頼む、どん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 。いいね、55、これいけるぞ。来た、これで4キロ目か。いいね。お、ダメージ入ってる、ダメージ入ってる。いいぞいいぞいいぞ。197ダメージ入ってるわ。これかなり固まってるぞ。今がチャンスかもしれない。これ結構な害悪プレイだと思うけどね。前線がある。ほら補給所破壊した。あー、キルアシストめっちゃ入るんだけど、キル届かずって感じか。味方前線がかなり詰めてくれてるからね。俺のおこぼれを全員取ってやがる。待て、補給所取らないで。味方が補給所取りやがった。ちょっと奥側に打つか。この辺りに塹壕あるだろうっていう場所に決め打ちしまくる。すごい反撃開始してるんだけど、味方が A ポイントのかなり前線まで詰めてる。で、俺もこれ前詰めてって補給所付近を狙う。一生俺害悪続けるからね。これでしかキル取れない。頼む、これ修正あるから。修正がほらね、いるんだよ、補給所の裏にいるっていう修正で。補給所破壊してまたこれ補給所直しに来ると思うから、ひたすら俺は補給所の裏を打ち続ける。頼むぞ。で、多分今これ補給所直してると思うからキル入ると思うんだが、頼むぞ。入らないか。あー、味方が A ポイント入ってる。そして A ポイント取ってるってことはこれ中いないぞ。待って、一回修理場を破壊してまた補給させてもらうわ。頼む、多分まだ5キルか6キルのどっちか。ダメだ、間隔が長すぎて自分のキルの数全然覚えてない。まずい、残り5チケット。ロケット撃つぞ、ロケット。間に合え、ロケット。全然忘れてた。やばい、終わっちゃう。俺の迫撃王チャレンジが終わっちゃう。あー、ジージー。ということでお疲れ様でした。なんかね、戦術的には強い。味方前線を上げつつ敵の前線を下げるっていう効果もあったけど、シンプルに難しいのとキルが全然取れなかった。かなり惜しかったんで、またやります。おっつ。